今日は、このバニティツアーをしていきたいなと思いまーす。で、やっとね、全部揃って一旦落ち着いた感じなんだけど、アミね、あんまり定まらない人なので、インテリアいろいろね、変えたくなっちゃうの、ちょこ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 変えちゃうので、まあ、とりあえず今一旦落ち着いてる感じなので、みんなに紹介していきたいなと思います。こんな感じで、まずこのデスクがIKEA です。 IKEA で、この椅子ね、結構質問あるんだけど、これはね、アシュレイ、輸入家具屋さんアシュレイで買いました。本当はね、ダイニングチェアなんだけど、1個これを買って、で、あとこっちの絵がファンの子が描いてくれたの、めっちゃ好き。で、これもそう、結構前だね、1年ぐらい前に書いてくれたやつかな。で、この額がね、楽天です。下にリンク貼れるやつは貼っておくね。で、あとこの辺はなんかママが買ってくれたクリスマスっぽい感じのやつで、今花瓶がなくて、本当はこれキャンドルなんだけど、こっちにも1個あって、可愛いよね。これもね、楽天で買いました、キャンドルホルダーで。この辺が、まずはこれ、ルブタンからね、プレゼントいただいた、名前入れてくれたの、このリップスティック、超可愛くてね、もうこれはね、もったいなくて使えてない。可愛いからここにディスプレイしてんのと、で、これが確か昔ヴィンテージショップかなんかで安く買った入れ物で、コットンとか、ちょっと汚いんだけど、あの綿棒とか、あのコンタクト入れてて、あとリファがここにあったり、あとは美顔器は常にこんな感じで置いてあります。で、この鏡が、Amazon です。で、本当はね、あの明るさを調節できるんだけど、ちょっと不良品だったみたいで、今できなくてとりあえず周りの電球をいつか変えてみようかなと思ってます。で、普通にね、そのショップに問い合わせて新しいのとかも送ってもらったんだけど、その新しいやつも壊れてたりしてとりあえず今これでいいかなっていう感じで、あとはこっち側はミラー、これも Amazon で買ったやつ、 LED のやつ、携帯を置くやつ置いていつも YouTube 見たり映画見たりして準備したりして、で、これはカカオバターフェイスクリーム、アンディとアミ2人で使ってるので、ここにとりあえず今置いてあります。で、このコードとかがね、ちょっと邪魔なんだけど、で、そうそう、これ USB ついてるのでめっちゃいいよ。よいしょ。で、あとは携帯の充電器があったりで、本当はね、ここ何も化粧品の用品も置きたくなかったんだけど、この中筆入れて出したり入れたりするの大変なので、とりあえずここに今入れてあります。筆は全部洗わなきゃいけないんだけど。そしてこの中、こんな感じになってます。ここにはまずリップがあって、後ろらへんがゴムとかヘアゴムとかで、ここがアイライナーとアイブロウ、あとはまあ毛剃るやつとかじゃあハサミとかで、ここがコンシーラー、ナーズとかモアフィーとかフィットミアとこういうスポッツとかも、まあ常に使うものが入ってて、で、あとはここはリップ類です。グロス、リップライナー、とりあえずね、今最近使うようなもの、あとはリップと、あとスポンジとかもこの後ろに入ってたり、この前にあるのがパウダー類、ローラメルシエ、フェンディ、ローラメルシエと、これがブロンザー、シャネルのブロンザーだったり、
これがなんだっけ、アルマーニかのクッションファンデとか、こういう丸い系とりあえずここにあって、であとはセッティングスプレーとか、あとホホバイオル、ローズウォーター、オモロビッツァ、これいつも最近使ってるやつ、ジョン・アイルデールとピクシーかな、あとはクラレンス、あれこの親指のさ爪気になるよね。隣に行くとファンデーション、お化粧の下地とかも中に入ってたり、あとちょっとコンシーラーとか、あとはベアミネラルのリキッドファンデーション、ディオールグッチ、ナーズ、フィットミー、そう最近使う、これをね久しぶりに化粧品のタンスから取り出してきたんだけど、これ使おうかなと思ってたり、あとはあれビューティーブレンダーのやつとかね、まあ最近はこの2個使うことが多いんだけど、このセットで、次にスキンケア、フレスカのものだったり、無印、あとスカルプ D のやつとか、あとこういうビタミン C のやつとか、あとヘアケアとかもここ2つ入ってたり、で隣行くとヘアクリップ、あとモアフィーのアイシャドウパレットとブロンザーと、あとね最近ちょっとこれNYX の NYX のコントワーリングちょっと試そうかなと思ってここに置いてあったり、であとねこのマリオバネスクのセッティングスプレー、あとこれだけなの使い切りたいからとりあえずここに置いてある、ちょっと大きいんだけどね、あとこの部分がNARS のセッティングパウダーとか、あとはベアミネラルのファンデーションとミネラルベール、あとここがねチークです、シグマ、グッチ、ヒラマスカ、ベアミネラルとフィジシャンズ、まあ最近使う、まあ日々ね使うようなものが入ってて、あとはハイライトだね、フェンディとかアナスタシア、バーバリー、であとここにとりあえずバスリンが入ってる、あとブロンザー、モアフィーとフェンディかな、であとこっちがアイシャドウです、タルト、シグマ、ドーズオブカラー、アナスタシア、あのカーリーちゃんとのコラボのやつとアナスタシア、あとこれ大好きなやつベッカ、はい、とりあえずこんな感じで今入れています。とりあえずこんな感じで結構シンプルにまとめてます。なんか前みたいにごっちゃごちゃ化粧品を置くとかじゃなくて、もう今はなるべくここの上に物を置きたくないこの辺とかも本当はこういうコードとかもね本当は置きたくないんだよね。でこういうまあマシンとかはね日常で使うからまあしょうがないかなって感じで、この筆とかも本当は置きたくないんだけどまあでもね、この部屋はグレーだったりシルバーをあとなんかこうシャンパン系の色置きつつって感じで、ほんとシンプルにしてます。でこっち側、あおむつタワーでこっち側はまあねハイライトとか、まあ前にもねみんなにこれは全部見してるのでみんな知ってると思うんだけど、こっち側に化粧品のね収納があります。でまたこういう絵とかもまたいろいろ紹介するので、はい、とりあえず今日はこっちで OK、 はい、って感じで、今日も見てくれてありがとう、参考になったよっていう人はいいねとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。下にね買えるものとかいろいろリンクがあるものは貼っておくので、よかったらチェックしてみてください。じゃあ次のビデオもお楽しみに。じゃあね、うん。Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.